アッシュレディオ。さあ始まりました、アッシュレディオのお時間です。おはようございます。おはようございます。今日も元気にやらせていただいておりますが、ちょうど昨日が僕はあのエナジストが最終ラストエナジストでして、ほう、どうだった？はい、いやー、まあ、率直にこういろいろ思い出したというか、あまり そんなになんか過去を振り返らないタイプなんですけど、でもすごくこう研修の時からいろいろ1年半ぐらいにかけてすごくいろんなことがあったなっていうのを、まあ、こうしみじみと感じたというか、すごく、まあ、エナジストは最初の研修の1ヶ月が人生を変える勢いでかなり厳しい研修があるんで、まあ、そこも思い出しながら、そういえばジョーさんとキッシーと3人で頑張ったなみたいなのも少し思い出しましたね。すごくその時と比べるとお客さんのリアクションとかも全然違くて、なんかすごく成長できたなっていうのをなんか改めて感じたなって、ね、新人の頃何が違う？いや、新人の頃とは、まあ、具体的には2つあって、1つはあのチアアップの精度というか、あのお客様の寄り添うっていうところの、まあ、本当にスキルっていうのはすごいついたなっていうのを思っていて、まあ、具体的にはそのお客様のそのテンションの半歩をよりとするというか、そこがすごいブラッシュアップされていったなっていうのと、あとは純粋にあのフォーム修正とかがやっぱりエナジストをやってるとすごく、まあ、マック測定もしっかりやってますし、すごい上達したなっていうのは思いますね。思いました、すごく。ちなみにエナジストのフォーム修正は日本で一番レベル高いところ。ああ、それそうなんですね。あのプロトレーナーですとして、はい、プロトレーナーっていうのは要はそのあの解剖学のスペシャリストで、はい、なんか60分とか90分、マッチョのマッチョをもうマンツーマンで指導するっていう、はい、そういう、なんだろう、もう、エネルギー関係なく、はい、もう学者的な人たちは別にして、はい、これだけ多くの人間がこのレベルでフォーム修正ができるっていうのは、日本トップレベル間違いなく、あ、ね、世界トップレベル、はい。まあ、でもそれも裏付けるこうやっぱり時間のかけ方が違うなっていうのは、あの他の方々がどれぐらいかけてるかわかんないですけど、僕たちは少なくともこう必ずミーティングでこのフォーム修正がどうっていう話はしてますし、まあその学習能力によるんだけど、ああそれ分かる人もいれば分からない人もいるんで、はい、で結構あのまあアシュレディオ聞いてくださるってる方々がそのビーツ通ってる方々かって言ったら分かんないですけど、あのセッションクオリティテストっていうところをあのすごいお手伝いしていただいた方がもしかしたら聞いてるかもしれないんですけど、あれもすごくあのクオリティ向上にはすごい良かったなっていうふうに思ってて、月に1回全員が全員をチェックするっていう、いつだっけな、昨日かな、なんかあのとあるカフェで、はい、僕がとある人と話をしてたらとある人と後ろで、はい、ああそうなんですよ、今日これからビーツでっていう治療会を聞こえてて、はい、すごいですね。普通なんかこれからトレーニングでとか、なんかこれからジムでっていう話です、ね、ああ確かに、いやこれからビーツでっていう、はい、お話を店員さんとしてるってすごく、感動しました。ビーツが一つのなんかいいですね、他とは違う固有名詞になってるのは。まあそんな話はどうでもいいんですよ。はい、ラジオでも行きましょうか。それではでは質問の方に移っていきたいと思います。恋愛の質問が来ておりまして、いつもありがとうございます。アシナさんは恋愛で年の差はいくつの人まで、付き合ったことはありますかと、年の差があると対等というよりどちらかが引っ張っていかないといけないような気持ちになりませんかっていう、こうすごく恋愛の質問ですね、はい、そうなんだ。まあなんか何歳まで付き合う、年の差って関係ある？いやー、僕はあんまり関係ないと思ってる派ですね。なんか僕は2つあると思っていて、はい、価値観とセックスみたいな話だと思うんですよ。ああ、価値観とセックス、はい、まあその年の差が何歳までいけるかどうかって別に年じゃなくない？ああ、綺麗な人は綺麗だし、はい、綺麗じゃない人は綺麗じゃないし、何歳からもね、はい、だから別にその自分の性的な興奮というものが、はい、なんかする相手だったら別に年齢は関係ないんじゃない？もう一個はその精神的な価値観の部分で、はい、その例えば話が全くできない、まあ、例えば、はい、なんだろうな、カフェに行って、はい、何の話をするのかって言った時に、なんかお互いに話してて面白いっていう価値観が合えば
いいんじゃないか。いやーそうですよね。たまたま価値観が合いやすいのが同年代だからその可能性が高いとかってそういうことだったりしますよね、うんうん、でも同年代の話があったとほとんどないよな。あータバコはそれで言うと逆に年上の方の方が合うなと思ったりするんですけど。なるほどね。それは何でか分かんないですけど全然大人っぽいんじゃない分かんないです、うん、大人っぽいんじゃない、はい、ありがたいですけどね大人っぽい。それこそなんか仕事でもなんか年下に見られていいことないというか、 なんかまあその全然年齢の話は基本的に23歳ぐらいの頃は全くしてなかったんですけど、うん、大人っぽく見られる立ち振る舞いというか、あこいつガキだなみたいな思われたらすごくマイナスなんで、なんかすごくああまあそうですね、そこら辺は意識してた気はするんですけど。なるほどね。確かに僕も22、23歳の時は年上に見られたかったね。ああそれって変わるもんなんですか。うん、あそうなんですね今は別に年上に見られるよりも年下に見られたい。ああその境目っておいくつぐらいの時から変わるもんなんですか。28とか。うーんいや、ね、それは年齢じゃなくて、はい、年齢なのかな、なんか自信な気がするけど。あー自信が一定レベルというか自分の中で結構腑に落ちてくると年下に見られたいみたいなことですか。いや年下に見られたいっていうか年下であればあるほどなんか、あいやなんだろうな、美味しいとか。いやシンプルに若く見られたいとかそういうことっすね。うん、あ私若くなんかおじさんみたいな料金。あーなるほど。何何28歳見える、はい、ああ嬉しいねなんて話でした。はい、そういうことか。まあもともとで言っても、まあ、恋愛の質問ではあるんですけど、まあ、あんまりどうなんですかね年の差は。まあ気にしなければいいと思います。はい、どちらか引っ張っていかないといけないような気持ちになりませんかっていうのもまあ特にない。まあそれは2人の関係によるんじゃない。ああそうですね。恋愛の話はなかなか難しいっていうところ。恋愛の話はこれぐらいにしておきましょう。あはい、じゃあちょっと初めてのケースなんですけど、もう一個質問に行きたいと思います。もう一つは仕事のお話です。まあちょっとストレス系の話ですね。ほう、まあ、女性の後輩が警察官になって5年目なんですが、ストレスに耐えられずに、まあ、安倍元首相と同じような病気になってしまいましたと。警察官は女性が入って8割辞めたりストレスうつになったり病院に入院してしまう人が多いようです。うん、まあ、死体を見ることでメンタルがやられたり、1人寝坊したら全員連帯責任だったり、48時間連続勤務が期待されている人ほど男のように風当たりが強かったりするようです。まあそういったところで、まあ、人を追い詰めることって社会的に仕事として意味があるのでしょうか。いい質問ですね。あこれはすごくいい質問だし、はいものすごく深いですもんね。果たして社会的意義みたいなそういう質問ですね。社会的意義っていうことはがあるないっていう話をするんだとしたら、はい、社会的意義とは何かっていう話をしないとそれがあるないって言えないじゃん。ああそうですね。じゃあその社会的意義って何だろう。社会的意義もの。社会的意義ってもう分かりやすく社会的にそれがないと成り立たないというものは社会的に意義がある。つまり警察っていう仕事は社会的意義があると思います。そうだよね。はい、それがうまく機能すればするほど社会的意義がある。あそうですね。で機能しなければしないほど社会的意義がないわけでしょ。はい、でも残念ながらそのまあ人間としての能力って何の能力かによるんだけど、はい、その与えられたものができないとか求められてることに応えられない、はい、っていう能力のレベルであればあるほど必ず厳しくせざるを得ないんですよ。あ、はい、だから風当たりを強くする必要があるのか、うん、本当にストレスをかける必要があるのか、はい、でもそうしたらストレスをかけないと動けない人たちなわけ。あ、はい、でもストレスをかければ動くんだったらそれは社会的意義があるって言えるじゃん、うん、はい、うん、ストレスをかけること自体に社会的意義があるんじゃなくて、はい、警察っていうその組織を動かすためには動かして社会的意義があるんだったら、うん、それは社会的意義があるって言ってしまう。はい、ああそうですね。でもそうだから僕がよく言うのはその組織論として、はい、その能力が低ければ低いほど、はい、ルールが厳しくなるわけよ。ああそうですね。で能力の低い人は厳しいルールに対して文句を言うわけよ。はい、うん、っていうのがずっと
この低所得者の中で続く永遠のジレンマなんですよ。俺はもう今に始まった話じゃないというか、歴史はただ繰り返されてる。俺はもう歴史の話だから、そういう歴史を学ぶ人は何をすると思う？歴史を学ぶ人は、勉強をして、自分がそのストレスというか働きやすい環境に行けるように勉強する。そう。おお。それよりさらにレベル高い人は、あ、それよりさらあレベル高い人はそういう仕組みを作る。そう。おお。もうあとはそう。今日調子いいです。答えを言うと無視をするんですよ。あ、無視、はい。なんかもうそんな連帯責任とかやめてくださいっていうのももう無視。ああ。その人たちはじゃあ連帯責任やめました。どうなると思う？連帯責任やめました。警察の話ですよね。うん。警察だったら、まあ寝坊したら連帯責任です。はい。でなんか罰則とかなんか走らされるわけなんか。はい。だから全員の評価が悪くなると。ああ。なんか寝坊が多発しそうな気がしました。寝坊が多発するじゃん。はい。そうするとおい調査だって調査来ないわけよ。ああ。調査に来ない警察官ってそれ社会的意義がある。意義がないです、ね。ないわけよ。はい。だったらストレスをかけてでも来させるわけ、はい、で調査するわけ、はい、そしたら社会的意義がある。なるほどな。ってなると、じゃあこの女性はちょっとストレスでしんどいってなると、もう職種をガラッと変えた方がこの人にとっては、だからそれはもう辞めるのか辞めないのかって話。ああそうです。そこにいる以上は警察官っていうステータスもあるし、はい、その警察的な保険もあるわけだし、はい、その国からもらえる給料もあるわけ。うん、そうですね。それとストレスっていうのを引き換えにお金を稼いでるわけ、はい、うん、どっちを取るのかみたいな。そう、どっちを取るのかって話で、もしそれが嫌だったら、はい、嫌だって言いながらやり続けるか、あそれとも嫌じゃないところを探すのか。はい、うん、でも朝寝坊しながらお金もらえる仕事って何だ、まあ、朝寝坊しながらお金もらえる仕事ってあんまなさ、クリエイターとかさ、うん、本当にそう一人でやる仕事ぐらいしか。だとしたらクリエイターとしての能力が認められる。ああ、そうですね。だったら能力を求めるしかない、はい、つまりいずれにせよ必ずどの仕事も努力をしなくちゃいけない。で全く努力をしないっていうんだったら、はい、もうスパルタを受けながら、うん、ずっと文句を言い続けながら、はい、お金をもらうっていうことをし続けるしかないわけ。これはすごくね、その低所得から抜け出せない人のジレンマなんですよ。あ、社会構造として、はい、不満があるでしょ、はい、で不満っていうのは解決するとものすごいビッグビジネスになるんですよ、はい、うーん、あー、まあ問題解決、そう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 、はい、なんかお腹が空いた時に家でしかご飯食べれないから、うん、はい、家の外でもご飯食べれるようにしましょうよ、はい、っていうこの不満を解決したら、うん、それ外食産業生まれるわけ。はい、なんかちょっと僕仕事忙しくて北海道の実家に荷物届けなくちゃいけないんだけど、はい、行けないんですよ、うん、それは問題ですね。僕が解決しますよ、はい、つって佐川急便とか呼ばれるわけじゃん。ああ、分かりやすく、そうですね、そうそう、つまりその不満を解決するっていうのはすごくビッグビジネスなんだけど、はい、でも残念ながらほとんどの人は不満を募らせて終わる。あ、解決する側じゃなくて、まあ、言う側になってしまう。そうそうそう、っていう解決することを放棄するんですよ。そうするともう一生このネガティブスパイラルが半端なくて、うーん、なんだこれ北海道に荷物届けたのに仕事が忙しいんだよなるほど、で怒ってるわけ、はい、で会社に対しては、はい、北海道行かなくちゃいけないからちょっと、はい、ちょっと休養なんです、休ませてくださいって言ったらお金もらえないでしょ、はい、お金もらえねえじゃねえかって思ってるじゃん。お金よこせよちゃんと、お前俺のこと採用しなよおい国俺の仕事がねえよちょっと厳しいですね、そうなってくると。だからその不満っていうのは解決してほしいと思います。はい、ありがとうございました。